始まっておりまーす。よっす。よっすよっす。始まっております。へへへへ。まずは。なんか回復した俺。回復した。あれ。なんか回復してる俺。あれ。お前回復してんな、多分。俺の力か。なんだ。まずは。おつぶやきを。ニコニコの方はつぶやいた。はい。YouTube の方はちょっと難しい。難しい。難しい。誰かつぶやいて。リツイート。あいつぶやいたーん。ふむふむ。ほうほう。で、ん？よし。いやー、同時配信だと世話しなくて。わかるー。よし、OK、YouTube のコメントも、はい、OK、 大丈夫です。大丈夫でーす。やっていきましょい。いきましょい。これはセットポップアウト。お、ニコニコは始まっているね。始まってるね。いるんじゃないですか。多分始まっていますよ。コメントが始まっていますね。7個ぐらいしかないけど、それはもう見てる人が少ないっていうことでいいね。うん、そういうもんです。そういうことだね。なるほどね。いや、そのことでほら、バッと見つかる。でも10人になったかな。10人になった。大丈夫だ。まあ今ので3個目。うん、しょうがないですね。うん、しょうがないですね。キャラクターはですね、左から標準さんで上向いてるのが、自分の、クロマ同士のぺちゃんこ、うん、で右正座してるのが、鉄塔さんの、召喚ははで、部分的に映ってるのが、タンクの、ドンさんと、はい、いう形になっております。なっております。よろしくお願いします。お願いします。今画面外ですごい頑張って、うん、めっと動かしてるよ。本当だ、うん、誰にも見えてねえのに、うん、ちょっと映るかもしれないから、ちょっと映った時用に今動かしてる、うん、多分映らない。あと3分ぐらいこのまま、うん、大丈夫、うん、簡単だから。左手でポチポチしてるだけだから、うん、あ、なんか画面が、あー、なるほど、そういうことね。へ、あ、そうか、あれだ、なんつったっけ、コメントビューは、うん、ニコニココメントビューは一応、これで OK。 うん、よし。で、今日もごく晩新ですね。さあ、そうだね。そうでございます。もうこれが、その2点シリーズは最後の。そうだね。ついに番宣。なるほど。いや、長かったよね。そうだね、いろいろあったね。いろいろいたね。なんだかんだ、ね、結構あったんじゃないか。で、またあれでしょ、 3.0 とかだと布団増えてくるから、うん、そうでしょ、うん、ひっきりねえわ。すごいね。すげえ、いるもんだね。いや、いるもんだよ、番宣。7体いるね、 2.0 だけで芝合わせて。すげえな。はあ、へえ。まあそんなわけで、はい、残り一番最後の番神、極番神シバーを今日はやろうと、はいはい、いうわけでございますよ。はい、やっていこうじゃありませんか。うん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 。まあもうここまで来た我らだったらね、もうそうだね、大丈夫でしょう。なんか下見に行ったんだよね、前に。一回なんか行って、行ったね。音楽変わったのは知ってる。そうだよね。うん、かっこよかった。ダイヤモンドダストね。あとはちょっとよくわからなかったけど、はいはいはい、まあなんかいけそうな、うん、なんか頭割りの攻撃してきてたよね。はいはいはい。それは覚えてんだ、はいはいはい。なんかのタイミングで俺がなんか反対側に行かなきゃいけないみたいな。はいはい、あったあったあった。ちょうどここが影に隠れちゃったけど、ドンさんの顔だけ影に隠れてない状態が。お、ん？ここのこれちゃんと影動いてんだね、このゲーム。そりゃあお前、そりゃそうよ、救いにやぞ、救いにさんだぞお前。
動くさ。机にだと動く。動くよ。机にだと動くよ。最高の会社だぜ。下手くそかよ。下手くそかよ。え？下手くそすぎんだよ。心 100%。 え？そっぽかった今。働きたい。机にで働きたい。働く。もしそれ言って働かせてくれんなら俺もじゃあ。そうだね。俺も言うよ。机にキッズだ。そうだね。机にキッズになるしかない。働かしてくれんなら話は別だよ。それは。給料が欲しい。いや欲しいわ。お金が欲しい。欲しいわ。そうですね。そうですね。まあまあというわけで、まあ我ら4人ではね、いけるもんなら行きたいんだけど。まあまあちょっと4人ではちょっとあれだということなので。はいはい。今日もまた素敵な助っ人が勢ぞろいですよ。まあまた選ばれし、選ばれたんですね。もうすでにどこにいる？もう対面にはいますか？対面にはまあ見てもらうといないんだけど。対面はいない。うん、後ろのなんか奥の方にいるな。うん。ほほほほ。なんとも形容しがたい感じでいるわ。あ、本当？本当だ。うん、豆粒見てる人たちが。本当だ、いるな。遠目に見えてる。あの人たちが。あそこにいる人たち？ええ、ちょっと文字が重なって、ああなんか降ってきて、あ見えないな。名前わかるな。名前わかる？わかる。ここの4人が今回のやつみたいですよ。なるほど。うん。めっちゃちっちゃい花火上がってる。本当だね。向こうで。パーティーが始まってるね。うん。俺らは行けないのか。飛べてるから向こうに行けてるってことだね。あれだな。フレンドじゃないから色が違うのか。一人フレンドじゃねえ。そうなんだ。日野さんとフレンドじゃねえから。日野さんとフレンドじゃねえわ。ああなるほどね。だから俺のやつだともうあれだよ、イニシャルで名前出ちゃってるから。それ設定変えたんだっけ。そう。ああ。そうかそうかそうか。まずいね。まずいです。はい、この4人で、この4人がやっていこうじゃありません。加わってもらって一応フレンド。よしよし。じゃあもういけるんですか。じゃあもうあとパーティーに誘ったらもう今ちょっとすげえ向こうにいるけど、一人ずつクリックしてパーティーに。あそこもいける？いける。全然いける。届くんだ。全然届く。サンタさん、おにぎりくん、日野さん、そして我らがエース、エースが大エース、大エース、大タンク。お、今回はいるんですね。今回は大エースが。前回はなんかいなかった時に限って、しょっぺい理由でやったんだけど。ね。今回はいるみたいです。今回はなかなか不安になってましたね。うん。え、じゃあもう行っちゃおうぜ。あれ？行っちゃうか。あれ？なんか一人オフラインだったよ。監督、あれ監督がログアウトしたね。何？どうした？どうした？行かせてくんねえの？再起動だって。サンタマ再起動。ああ、サンタマ再起動入ったね。ちょっと待ちましょう。あ、っていうかみんなちょくちょくレベル上げてるね。うん？そりゃそうよ。それやってますよ。やってるよ。やってるね。俺もそりゃそうよ。57になってっからね。俺も57。下はもう55。俺57。もう57。本当ね。毎日。あれやってレベリングダンジョン、レベリングダンジョン行って、その後なんかちょこちょこクエスト受けて3万ずつもらって、いいですね。どうにか57。あれ俺はひたすらあのディープダンジョン。ペイさんそういうの好きだもんね。ペイさんできるもんね。頭おかしいもんね。俺やっぱちょっと刺激がないとね。ちょっとそう、刺激が足りない？ディープダンジョン。いや多分ね、先々に行けば刺激出てくるんだろうけど、まず先々に行けてなくてさ。ああなるほどね。でもね、知らない人とやるダンジョンちょっと面白いね。面白いんだよ。なんかね、いろんな人がいる。本当に気の使い合いがさ、見て取れる時あるよね。そう。でもね、やっぱね、タンクの人が率先してくれないとなんか不安になる。そうだよね。そうなると、あとさっききついだろうなって思って。いやマジで緊張するんだわ。さっきもね、あのドラゴンズエアリーってさ、ちょっと前に行ったあのエスティニアンがさ、目を構えてるやつあったでしょ。あれか。あれ一人で行ってきたんだけど。いやまあ緊張したね。緊張するよね。ただね、DPS すげえ出てた。あマジ？あれこれ楽勝だったもん。あれマジ？マジか。エスティニア全然体力減んなくてさ。本当？うん、驚いたわ。おかしいな。うん、何だったんだろうと思って俺らやった時。
まあそれはね、なんか、うんうん、ちょっとあいつも慣れてきたんだろう、エスティニアン。何回もずっと。エスティニアン側がなんかちょっと、エスティニアン側がレベル上げてきたな、あれは、うん。俺らだってレベル上げてんのに、あいつ上げないわけねえだろ。あ、そうか、そうか、うん。あいつもコツコツやってんだよ。そういうことだったんだな。あいつもレベリングしてんだろ。あいつも待機状態にして、なんか本読みながら待ってんだろ。ジャッキーして、あ、行かなきゃってやってるよ。目、こうやって構えなきゃなっつって。ちゅうわけで、はいはい、帰ってきたみたいなので、はいはいはい、なるほど、行きましょう、行きましょう。芝もちろん会場されてますね。会場されてますね。ああ、大丈夫でした、大丈夫だった。なんか聞いた話によると、うん、どうやらそんなに難しくないっていう話を聞いたんで、うん、らしいよ、うん、多分これいけちゃうんじゃないかな。初見で一発いけんじゃないか、おそらく。多分ね、俺だな。ああ、その子、ね、知ってるよ、知ってるよ。3文字、3文字だよ。そう、最近やってるからね。ラウバーンじゃなくて、ラウバーン、ナナコ様ー、ナナコ様ー、ナナコ様ー、出てきちゃった、出てきちゃった、ラウバーンが出てきちゃってる。ラウバーンが出てきちゃってるよ。違うよ、バンシンラウバーンが出てきちゃってる。バンシンラウバーン、やばいな。あ、イゼルか、イゼルだ。マンシンラウバーン、マンシンラウバーン、目ないぞ多分。変身したちょっと後で腕切りをするか。白目向いてるよ。テレジアデレジやる。出てきた。テレジアデレジ死んじゃうね。完全なネタバレしてるから。大丈夫。そうだね。そうだね。まあだけど。まあまあ。まあまあまあ。まあまあまあ。はいはいはい。来たよ。よし。初見で初文句です。初見の人、初見なの、あの人。あの人初見なんだね。連れてきてんの。あれ？あれ大体初見じゃない？お助けっていうのよく分かんない。急に初見来た。お助けメンバーが。なるほどね。なるほどね。吉尾しませんって言ってるからね。大丈夫でしょ。だからもういいでしょ。いやだってさっき文句ようやくここまでレベル上げたわっつって、その文句で生かされるんでしょ今。そう、本当はそれでいこうみたいな、面白いからそれでいこうみたいになってたけど、よく分かんなかった。じゃあ行きましょうか。行きましょう。一発でワンチャンあるでしょ。いや、これは行きたいね。いや、あのさ、最近ちょっと早くない？秒数いつの間にか。だんだんこいつね、だんだんこいつね、ちっちゃくしてんの。あれ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 、こっち、どうした？なんか来ねえの、なんか来ねえの。よしよしよし、そこそこそこね。あ、橋だ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 。あ、ちょっと待って、橋行くなら橋行ってもらわないと。橋行く。やべえ、なんかね、なんかのタイミングで逆向かなきゃいけねえんだよ。なんか喋るんだよね。なんか喋るんだよ。あ、なるほど。喋る？芝自体が喋るのね。あ、なんか喋ったよ。あ、東道極めし千年の、なんとかかんとか、東道極めし、これじゃね。あ、なんか、あ、逃げろ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 。よしよしよし。んー、さすー、結構痛い。今のじゃないか。いや大丈夫です。いや今のじゃない。今の全然違うか。今の全然違う。地面広くなったな。今じゃなくて、なんか地面から刀みたいなのがベってこう。あ、なんか、ヒデオ、これは何？やばい、ヒデオ氷柱、これ違う。これ逆向いとけばなんとかなる。あ、うっそっそ。あ、いや全然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 痛くない。全然痛くないね。よいしょ。なんかね、芝は今までの氷の輝きを力に、うん、今までのその何ギミックとかを理解していれば意外と分かるんじゃないかって。あ、刃となれ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 。これだ、多分これだ。頭ありじゃないこれ、多分これ。何回りこれ、頭ありだ。これ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 。あー、でも全然大丈夫だったね。全然大丈夫。刃が、はい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 、今が頭で割ったんだね。おっ、いっしっ、はいはいはい、大丈夫だ、大丈夫、大丈夫、全然余裕。大丈夫大丈夫。氷、氷像の兵士よ、来たりで我が敵を撃て。なんかなったな。なんかパーン。あ、どうしよう。これはやるやつでしょ。これはどうしてもやるでしょ。これは、これはやった方がいいよね。サブタン？誰？サブタンじゃない？サブタンは。サブタン殴られる？なんか俺。ちょっと待って、なんか俺のとこ殴ってくる。誰とどれと誰が？何が？どれが何がどうなってる？誰とどれと誰が？なんか俺が取っちゃった。閉じたはすげえことになってるけど。いいの？とりあえずやっちゃえばいいのか。これは。やっちゃえやっちゃえ。うん、どうした？あ、なんか動けない。あれ、どうした？動けない。誰か、なんだ、なんか動けないな。あ、なんか、あれ、牛さん死んでるぞ。牛さん死んでるぞ。あれ、あ、っていうか、なんかいろんな人死んでるぞ。あれね、みんな死んでるぞ。なんで、グググ。待って、あ、いっす。あ、全然大丈夫、全然大丈夫。どうした、どうした、じゃあ俺、ヒロさんを蘇らしましょう。あ、いっす。あ、大丈夫かな？大丈夫？いや、全然いけ。これさ、ミッドブレイク一発打っちゃおうか。あ、こいつ、硬てぇな。これはね、多分ね、リミットブレイクを打つっていう、多分これ DPS チェックだから。なるほどね。これで。やってやって、これで大丈夫。静寂なんちゃらかんちゃら。あれ、これはダイヤモンド。うん、まだこれダイヤモンド。うん、なんかぐるぐる飛んでるよ、飛んでるよ、飛んでるよ。まだ最中だよ。
曲パーン、あれ氷結、あれ俺殴られてるよ、え、大丈夫だろう、ダイヤモンドダスト、いけー、死にたかった俺、死にたかった俺もそこで俺だけ何で死なないのね、綺麗に死んだわ、しかもあんまり、お前これいけんじゃねえの、うん、いけるかこれ、やってやるか俺、やってやるよ、任せろ任せろ任せろ、お前ほんとギリギリ、あー、ギリギリの攻防してるから俺今、いや、すげえ耐えてる、あー、俺全然食らわねえ、俺もキャンプかっこいいな今のやつ、かっこいいよね、いね、落としもいけそうですねって言ってる人がいるよ、うさぎいけそう、うん、マジであの人地面の氷舐めてたのに、うん、ほんとだよね、俺マジでいけそうな要素あったか今、ダイヤモンドダストはあれは多分遅かったんだよね、多分だから、あれだからリピースチェックだね、あれリピースチェックでしょ、あれはもっと早く倒しておけば多分いけてたと思う、うん、耐えられたんだと思う、うん、多分、ね、まあまあまあいけるでしょ、どうせいけるよね、もう一遍いく、いや余裕です、うん、じゃあ、うん、よし、余裕です余裕です、じゃあ行きましょう、うん、もう一遍ちょっと行きましょうか、そうだね、なんで6秒なんだろうな、分からない、うん、 6秒なんだよ、これ最初は15秒ぐらいあったんだけどね、ね、いつの間にかだんだん減ってってんだよ、あれなんかこっちも芝が俺のこと、端は怖いんじゃない、あ、向いた向いた向いた、ちょっと今コメントでんヒントが出てるな、何あれ俺芝は真ん中キープっていうコメントがね、あ、知ってる、あ、待って、そこで引っ張ってくるとやばいんじゃない、これコメントが出て、あ、ちょっと、うん、いや大丈夫です、パーン、まだまだ刃、まだ刃来ないだろ、まだでしょ、まだ刃来ないだろ、どっち向かせんの、ちょっとあ、でも俺こっち側にいて、こっち側にいて、イデオ、こっち側にいて、これ逆向くわ、一個はしょうがねえわ、ガサガサ、うっ、あさ、うん、あれ2連続で降ってきた、俺の頭の上に、これ違う、これ違う、タンザ避けようとしてなかった今、タンザ避けない、グーン、そこ来た、来たよ、来た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 、いやあ、頭あれば痛くない、頭あれば痛くない、おっしゃいすん、危ねえ、びっくりした、ペロレロロロン、ペロレロロロロン、交換した、あれマジで交換した、なんで終わってしたって出てる、いや多分スタックとかじゃない、このスタック、お、来るよ、なんか2つついてるね、やつらが来るよ、やつらが来るね、これ3つついてるよ、斬撃耐性と打撃耐性低下ってついてるから結構痛くなっちゃうんじゃないの、あーなるほど、じゃあこれは俺が集めるのか、これは誰じゃない、誰かドンさんが多分集める、ドンさんか、俺が集めるんだ、ドン集め、ドン集めしたら、ドン集めね、あべ、今なんか奇跡的に頭割りちゃんとみんな受けてた、あぶね、そうだろ、これはもうさっさとさっさと、よし、なんか一匹一匹取れてねえな、これ範囲攻撃の方がいいのかな、あ、これ俺に来てるね、あ、倒せた、よしよし、いけ、いって、ちょっと待って、大丈夫かな時間、え、これ時間大丈夫かな、これどうだろう、やばいぞ、あ、一発、あの全然減ってねえぞ、一発入れるから大丈夫、一発入れるから、あのリミット一発入れるから、全力で全力で、よいしょ、いけるいけるいけるのか、これいけるいけるいける、あと一匹、行きます行きます、あ、あ、これ遅いんじゃない、これ遅いんじゃない、これ大丈夫、間に合う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 、これ何これ何、よし、うん、これ真ん中にいるやつ、今にいるか、これで、はい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 、ここかな、はい、うん、あ、うん、これは何、これは何、ここかな、ここだ、ここだ、ここだね、この辺か、この辺かな、ヘイルストーム、よしよしよし、どうした、あれ、あ、あの人が、え、エースが、誰、エース、エースが2回、あ、ね、エースのサブタイプが5ついてたからね、多分、あ、なるほど、俺がもうちょっと多分早く交代しなきゃいけない、なるほど、なるほど、お、これは何ですか、うん、これ知らない、絶対レイド、いやだけど今 2回食らってたやつらら、あ、マジで、うん、あれそうなるとそうなるとそうなるとそうなるってことじゃない、単純にってこと、単純にじゃない今の、あれもうこれだと、いっ、あ、ん、どこ、これどこ、どこ、どこ、やばい、あ、やばい、うん、どれだ、どこだ、ここ、うん、大丈夫、
よしよしよし、あ、これさあ、いけるか、いた、痛くない、あ、痛くない、痛くない、結構いって、広さい、広さい、広さい、あー、これどうした、滑ってった、動いた、動かない、俺動かない、俺動いてないから、なんか大丈夫だったっぽいぞ、なんか、いや、多分、え、それなんかやんの、え、なんか、あ、怖い、飛ぶ、え、今のどうすりゃいいの、 S の持ち出して、あん、あ、今、動いたらいけない感じだったな、なんか動いたら遠く行っちゃったね、動いてなかったら滑んなかったぞ、うん、滑んなかった、俺も滑んなかった、動いたらもうフルーっていったわ、うん、なんか上、なるほど、画面外に飛び出た、うん、いけんのこれ、あ、どんさん死んでんのかあれ、真っ黒の層か、真っ黒の層燃えかすみたいになってる、うんうん、燃えかすみたいになってあれね、これどんさんか、ちょっと光らしとくわ、かっこいいな、この音楽、ね、かっこいいね、ガールズバンドみたいな感じ、あ、お、お、かっこいいな、このエフェクト、ウィッシュさんが頑張ってる、ねえ、俺いけんじゃないか、案外、あ、2人、うん、うん、いけんのか、ウィッシュさん、あ、タイマンが始まった、いや、いけるいけるいける、ウィッシュさんいけるよ、ウィッシュさん今輝いてるよ、ウィッシュさんいけるよ、パパ頑張って、そう、パパ、パパなんだし、負けないで、いやあ、分からんね、ちょっと分からんことが、行こっか、いくつかあったな、うん、タイムも入ってるしね、そうですね、うん、あ、ね、え、あの歌ってスクニさんの社員が歌ってんの、え、みたいや、なんかすごない、すげえ社員がいるね、すげえ社員、社員の人、スクエニの社員となると歌もうめえんだな、うん、そうだね、そうだ、うめえんだな、多分面接であるでしょ、面接で選考があるんだな、うん、君歌は歌えるの、君歌えるってなるんだな、そう、あーすげえ、で歌えますで入ったんだ、そうなんだよ、それはすげえ、いいな、入りて、じゃ行きましょう、 PDF、はい、うん、ではちょっと準備をして、はい、ニコニコはちょっと画面ちっちゃくないけど、これは気にしないでください、はい、しないとできません、さあ行きます、今回はこちらです、ダーン、はいはい、ちょっと待ってもらっていい、ちょっとね下準備がね、あーやばいやばい、あ、なんだ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 、PDF のね順番間違えてたわ、パワポがね、大丈夫大丈夫、さあ行きましょう、それでは、こちらです、ダーン、ゴキシバイ透明線透明編ってなってたけど、はい、というわけで、今回は、見てご覧の通りごく芝線でございます、はあ、はい、はい、じゃあちょっとエコーかかっちゃってるな、エコー気味のやつですか、うちだうちだ来ましたね、ちょっと一旦じゃあ一旦ミューティングオージュア、ミューティングオージュア、ちょっと待って、じゃあ上も撮るわ一回、はい、はい、さあじゃあまあどんなものなのか、はい、というのはこちらです、ドン、はい、どんなコンテンツなの、極芝透滅戦は氷の晩神芝の本気が見える極晩神戦である、うん、あまあま難易度だった神はもう忘れよう、あまあまだったかな、どうだったかな、あまあまちゃんだったっけ、あまあまちゃん、うーん、よくあるパターンとは一味違うタンクのスイッチギミックや、範囲攻撃マシマシの怒涛の攻撃は少し気を抜くだけでプレイヤーを戦闘不能に追い込むだろう、ほう、次のページからは芝の基本の流れと注意点を解説する、なるほど、はい、うん、さあじゃあ次のページでーす、はい、基本的な流れ、うん、芝の流れは実は簡単というより、これより細かい流れは毎回変わるので芝のモード、詳細は後日に気をつけながら戦うことが大切なのだ、うん、はあ、まあ大まかな流れは芝を削る、はい、雑魚召喚、はい、ダイヤモンド出すと、はいはい、芝を削り切る、なるほど、そんな工程はない、さっきのでいっちゃえばいけるってことか、じゃあなるほど、まあ、繰り返しになるんだ、うん、そうなのかな、はい、うん、じゃあ次は、はい、芝のモード、うん、芝には3つのモードがあり、ランダムで変化する、それぞれの特徴は次の通り、うん、まず1つが剣モード、うんうん、頭割りダメージかっこタンクが1人で受けると死ぬ、ああはい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 、はい、これはさっき言ってたやつだね、うん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 、とメインタンクにスタンプラス範囲ダメージ、パーティーメンバーを巻き込むと地獄、おう、
頭割りは皆と受けなければいけないが、ずっと芝の向きがそちらと危ない。へえ、うん、なるほど。その時だけ移動させなきゃいけないんだ。うん、なるほどね。で次のモードが杖モード。パーティー全員に自分の周りが範囲になる範囲攻撃、重ねると痛いやつ、あの上から降ってきたやつかな。で、9連続9連範囲攻撃、9連範囲タイタンのボムみたいな攻撃、範囲攻撃地獄、逃げ場所には気をつけようと。あの地面のやつ、ね、これが杖モード、多分そうだね、なるほど。で、最後のモードが弓モード、超広範囲即時攻撃と、芝の通常攻撃が超痛いと。通常攻撃が超痛いプラス即死技ありで要注意。あ、さっき死んだやつそれじゃねえかな。そうなのかもしれないね。見たか。はい、じゃあ次です。ダンス、各モード対処のコツ。あ、コツ教えてくれるのね。うん、剣モードは剣モードに入った後すぐに頭割りが来る。うん、すぐにみんなと合流して頭割り後はすぐに戻ろう。はい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 、それは大丈夫そうだな。なるほど、多分。次が杖モード、うん、これはあらかじめ逃げる場所を決めておくといい、うん、タイタンと一緒で範囲床は1枚なら死なない。なるほど、じゃあ1枚食らった方がいいのかな。なるほどね。で最後が弓モード、うん、弓モード突入時に範囲が確定するので、芝が弓を持つのが見えたら、メインタンクはみんなの方へ合流して受けよう。早すぎるとみんな死ぬので注意だ。ああ弓持ってた、さっき俺全然分かんなかったな。ちょっとメインタンクはみんなの方へ。いやだけどなんか別の攻撃最後の方やってたね。やってたやってた。ああなんか ゲロビみたいなの打ってた。あ、ほんと？それが弓モードかな。ああ、ちょっと動いてみんなピョ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 って。ああ、追い出されちゃうから。で、青いマーカーがついたら芝の背中へ移動しよう。ノックバックに備えて距離を稼ぐのだ。青いマーカーがこれ来た？いや、それはまだない。まだ来てない。ちょっと分かんないな、うん、弓モードはちょっと分からないね。そうだね、ちょっとここはまだよ。なんか芝がいろいろ武器を持ち帰ってるんでしょ、うん、なんか喋、ね、ってんだよね多分。それにヒントがあって、ね、それをだからちゃんと見とかないといけないよ、うん、っていうことなんだろうな。じゃあ次です。タンクのスイッチ、芝のモード変更はタンクのスイッチにも関わってくる。剣装備時は打体勢、打つ、打撃体勢ね。杖装備時は残体勢を下げてくるので、剣状態の芝を受け持った後に杖の芝は受け持てない。なるほど、なるほど、なるほど。序盤はスイッチは不要だが、後半はスイッチが必要になってくる。へへへへ。必ず杖おわ、あ、剣おわ杖から弓で剣おわ杖とモード変更してくる仕様を利用し、ダイヤモンドダスト5すぐと弓になったらタンクはスイッチしよう。ああ、これさ、難しい。これ剣弓剣ってあんのかな？うん？あるんじゃない？書いてあるってことは剣弓剣っていうパターンもあるのか、それとも剣が来た次絶対杖になるのかな？いやどうなんだろう。ランダムなんじゃない？なそこは。剣弓剣もあります。剣弓剣もあるの。なるほど。じゃあ剣弓剣だったらスイッチしなくていいってことね。本当はスイッチしなくてもいいんですけど、うん、これ、まあ、当時もその実際攻略が盛んだった当時も、うん、剣のと剣弓でちゃんとスイッチするパターンと、うん、この弓のところでスイッチするパターンの、まあ、2つの攻略法があったんですけど、ほう、その剣杖で交代するパターンの時は今言ったように剣の後にまた剣って来た時に、うん、同じ人が受け持ちっぱなしでいいんで、うん、まあ、その分そのスイッチした時のこのヒートが跳ねるリスクとかはないんですけど、うん、代わりにちゃんとそれを見てタンクがお互い連携して交代しなきゃいけないんで、うん、ね、ちょっと間違ったらちょっと間違えると大変で、弓のところだったら必ずこのタイミングで弓は来るんで、うん、比較的安全っていう、なるほど、ね、弓のところで変えとけばどうなっても大丈夫。大丈夫 なるほど、なるほど、うん、杖が来ても剣が来てもその頃にはもうデバフ切れてるからって。なるほど、なるほど、わかりやすい、うん、そんな感じ、うんうん、なるほど。あざっす、スイッチっていうあれだね、フォント、文字、うん、フォント新しいスイッチ、うん、フォントがスイッチっぽい、ね、うん、じゃあここは大丈夫ですか、タンクのスイッチ、はい、じゃあ続いてです、こちらアイシクルインパクト。お、あ、なんでなんか技か、うん、マップ全体に広範囲でダメージを与える。
アイシクルインパクト。あれもう一回やった。もう一回なんで、杖の時は別の範囲技ヘイルストームも合わせて使ってくるので、限りある安全地帯にうまく分散できるようあらかじめポジションを決めて備えましょう。はい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 、うん、この下に図が書かれてますよ。書かれてますね。これはアイシクルインパクトの図なのかな、かな。そうでしょう、うん、ヘイルストームは違うのかな。じゃあヘイルストームではないんじゃない。うん、じゃあアイシクルインパクトはこの 2形態あるってことなのかな。ここは補足をしますと、はいはいはい、まあそのアイシクルインパクトっていう技は、うん、この5個そのちょっと丸い円形範囲が上から降ってくるんですけど、あったあった。でマップ北を上に見た時に、うんうん、こう十字型に丸が配置されるパターンと、はいはいはい、このバッテンの形に丸が配置されるパターンがあるんで、はいはいはい、あーなるほどなるほどなるほど。でこれ剣モードとかの時に、まあ、そのモードが切り替わってすぐに来るんですけど、うんうんうん、剣の時は別に近場のアンチに書き込んでもらえばいいですね、うんうんうん、なんだけどあの杖の時はそのヘイルストームっていうあの、うん、重ねると痛いやつが一緒に来るんで、うんうんうん、あれ来てんだ。そう、この状態であれをさばかなきゃいけないわけですよ。ああなるほど。で2人ずつになってるってこと。あそうなんで同じところ にみんなで逃げ込むとみんなでそれ食らって死ぬんで。ああそういうことか。だから自分の番号のとこ書き込めってことね。そういう感じにするのがそうなんだ。俺1番か。なるほどね。えその番号は何どこにあるの。あのパーティーのやつで。パーティーメンバーのじゃないの。でも全員1番。パーティーメンバーのでつけるか、まあ、あの STMT はまあ STMT って書いてるんで、ああそうだね、まあ、あの自分の頭の上にあの番号をつける機能とかを使ってまあ決めたりとか、まあ、自分はもう1番みたいな感じで。あなるほど、なるほど。じゃあ俺3番にしようかな。あじゃあ俺6番。俺ナンバーワン。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 あれじゃね、うちらで 近くにいればいいのか。ほんまあ、本当はやっぱこれ外周に逃げる人はその分早く対応しなきゃいけないんで、うん、あ誰かがいなくなりました、うんうん、またへその穴がさっきまたのにさっき動いてってまた俺ださっき動いてって、うん、行ったのに動いたさっき動いた、うん、ちょっと動いてないかもしょうもな、うん、ちょっと動いてないかも。そうだね、しょうもな、うん、出てきたらね、犯人がいたわ、うん、ダメだよ。犯人と何してんの。ネタ仕込み見ちゃダメ。ネタ仕込み見ちゃダメ。これね、完全にネタ仕込みのとこだもん。ダメだって見ちゃ。犯人とその友達がいる。ちょっとあのチャットで今一回戻っちゃうと思うから一回離れて、一回離れて、言っといて申し訳ない。ネタ仕込み、今ネタ仕込み中だよ。それダメだよ。そうなんだよ。まあじゃあちょっと、まあ続きをね一回、まあじゃあうん、やりましょう。まあこれ、まあ、数字はじゃあ己らで決めますか。そうだね。内側の方が当然その余裕があるんで、まあ、本当はその栄翔職、うん、その栄翔がある丈夫の人に内側をだヒーラーとかがまあ内側に入るっていうのがまあ理想っちゃ理想なんですけど。なるほど。まあやっぱそこはね慣れてない人が内側に行ってもらった方が楽だと思うんで、うん、なるほど、わかりました。まあ、僕何番に行くっていうのはまあ3人称の方で決めていただきました。わかりました。なるほど。じゃあうちらで135を分ければいいんだね。そうですね、うん、うんうん、じゃあそうしましょう。はい、じゃあ最後ですね、はい、こちらです。ドン、はい、レッツトライ。はい、ここまで押さえとけば基本の流れは大丈夫、はい、あとは細かいギミックにどう対処するか。プレイヤー同士の連携が肝になるギミックが多いのであらかじめ受け方や対処を話し合って協力しようということで、以上です。以上になります。なるほど。少なめです。少なめですね今回。少なめです。ちなみに今日はこの後のスライドはございません。おー、はい、もう OK。 じゃあもう全て、解説してないギミックもあるっちゃあるんですけど、基本的に今までやってだというか範囲避けてれば基本大丈夫なものが OK な、うんうん、多いので。なるほど、うん、なるほど。落ち着いて考えてもらえば多分大丈夫だと思います。落ち着けるか。なるほどね。落ち着くのでいいです。じゃあ一回出ましょうか。出ましょうか。うん、とりあえず一回出ましょう。一回出ましょうか。うん、なんだっけ、コンテンツポイントって言うんだっけ。私は副音声、うん、はい、うん、はい、はい、体質、体質大丈夫、はい、言ってある。あ、まだ行ってないけど。あ、ほんと？え？うん、いる？まあ大丈夫だろ。まだいるけど、まあ、てか放送見てるでしょ。あ、そうだな。うん。うん。
うん、だって今大丈夫だよ、犯人は犯行に使った凶器を遠くに投げ捨てたって出てるから多分大丈夫。これ今最中、うん、なんかカッチンカッチンカッチンが死んでた。え、ちょっと待って、巻き込んできたな。うん、巻き込んできたな。巻き込んできてんじゃん。あれ、うちを巻き込んできてるな。だんだんなんか出演者が増えてってるんだけど、うん、身内を殺し始めた。殺したじゃん。すげえ驚いてる。ああ、そうですか。殺したな、殺したな。まあまあカッチンならいいか、別にか。うん、そうだね、うん、しょうがないね。しょうがない、じゃあ許すわ、うん、しょうがない、うん、じゃあもう一回行って、もう一回帰ってくるから。はい、そうだね、犯人もう一回帰ってくるから。そうだ、よし、じゃあこのまま。はい、突入。番号はどうするの？俺ナンバーワン。俺はメインタック。じゃあ俺3番で、レイさん5番。あ、じゃあ俺5番で。はい、向こうは向こうでやってもらう。レイさん枠大丈夫？ 南だよな、枠は。大丈夫かな、3時間ぐらい撮ってると思う。ナンバーワン。あ、枠ってその枠じゃない。そういう枠じゃないんじゃない？そういう枠じゃない、うん、そういう枠じゃない。 OK、 直しました、大丈夫です。パーン。あ、これ見ない、いいのかな。パキンパキン。あ、ほんと、うん、一回じゃあ飛ばしますね。パ、はい、ーン。さあ、さあ、勉強してまいりました。はい、私たちが。どうかな、ええ、ちょっとその交代が不安だな。ここに逃げればいいんだな。うん、ここに逃げればいいんだ、この辺に。俺はあっちだな、この辺に逃げる。よし、俺は左だ。あれ、忘れたな、右下だっけ、1。知らないよ、うん、知らないよ、知らないよ、うっそんなの。はい、あ、俺十分逃げた。あ、いいよ、ひとりさん頼むよ、頼むよ。ちょっと早かった、ちょっと早かった。ムーン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 。はぁ、いや、じゃあ芝の持ち物ちょっと見といた方がいいのかな。そうだね、持ち物見といた方がいい。これはこれはなんか、なんかつららつららつらら持ってる。これでしょ。あ、これ全員範囲攻撃。はいはいはい、範囲攻撃のやつだ。あ、うん、なるほどね。うん、勝つん。これは大丈夫、これは大丈夫。メディカー。あ、じゃ、お、氷の柱。氷の柱。あ、はいはいはい、はい。俺ここじゃなかったっけ？俺ここ。あれ？はい、ちょっと俺が。丹沢。うん？丹沢ここ？何か？丹沢。そうだよ、大丈夫だよ。丹沢本当？大丈夫大丈夫。あれ、うん、そうだったっけ。あ、刃、刃、あ、刃、あ、刃、あ、刃、頭に来るよ、頭に来るよ。はい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 、ズビーン。はい、はい、大丈夫。みんなで悪いたくない、全然大丈夫。おっす、おっす。よいしょ、あいたん。あ、い、あ、なるほどね、これがスタン攻撃か。なるほど、これでザコが来たね。ザコだ、これはもうさっさとやるやつだね。これは牛さんに取ってもらえばいいんだろ。取ってる取ってる、牛さん取ってる取ってる。俺殴った方がいいのかなこれ。あ、どれからやってんだ。今ちょっと待って。今頭あり、日野さんとドンさん2人で分けなかった今。あ、確かにいい分け方した。ドンさんは耐えれた。あぶね、あいばい。そうかそうか、まだ刃だから移動しなきゃいけねえな。これは俺は来てた普通に。なんていう技だ、俺全然見てなかったな。俺も全然見てない。あー、なんか来るって時はみんなの方に行く。いて、なんか一生一生スタック一生スタックが溜まってく。ちょっと、あ、いやばい、あれ大丈夫これ。このスタックは大丈夫なんじゃないの。うん、これ次杖になった時やばいんでしょ。うん、これだ、急げ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 。よしよし、いける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 。よし、あ、よしよしよし、ジャンプ。あぶねえ、ジャンプできなかった。この後牛さんと交代だな俺。そうだね。かーん、よいしょ。今のところ俺あれか、全体攻撃していいのか。あ、ま、わかんないわかんない。な、うん、はい、うん、これ何、俺ここ。あ、なるほど、オッケーだな、ここ。はいはい、オッケー。あ、誰も食らってない。いいね。よし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 。あ、こっちだ。俺ここ。はい、俺ここ。あ、ちょっと分かんなくなっちゃった。よしよし。はい。あ、多分大丈夫だ。あ、浮いて。俺よかったかな。よし。
ちょっと弓気をつけないと。これ何モード今？これは今杖？杖？わかんないな、ちょっと見えない。ちょっと誰？俺からじゃ見えないな。杖です。絶対レール。やべ、スカルサンド打っちゃった。これはなんだ？もうあ。あ、なんか俺ここいるけど、あ、俺これ、回ってくんだこれ、はい、くるくる回ってくんだこれ、くるくる回ってくる、なんか、いかなかった、弓、いてつく弓、弓ちゃん、弓ちゃん来た、よし、弓やそれ、俺の元の、答え、あー、いてー、死んでも、いや今、まだいける弓の範囲がこっち向いてた、よし、あ、もうすげー弓打ってくるじゃん、すげー近くから弓打ってくるじゃん。そういう武器じゃないだろう。え、今あれじゃあのこっち向くのが早すぎたってことでしょ。そうだね。さっきパワポに書いてあったやつだ。うん、パワポに書いてありました。ああ、なるほど。よし、俺がじゃあ最後。モードは。俺今のは誰のせい？誰のせい？誰のせい？聞いてみれば誰のせいか。うん、チャットで聞いてみよう。うん、MT テロ、MT テロでしょ今の。だからメインどっちだった今？弓になるってところで変わろうとしたところで死んだ。ああ。挑発を撃った時に死んだ。川越さんが持ってたってこと？うん、そう。あ、じゃあ牛のせい。ああ、なるほど。じゃあ牛のせい。はい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 。ああ、よかったよかった。うわ、もうなすりつけたら終わりだもん。お前、チームじゃなくなるぞ、一瞬で。よし、じゃあ気を取り直して。今の大丈夫なのかな、結局。大丈夫でしょ。あ、大丈夫だろ。まあ、向こうは向こうでこうだよとかやってるでしょ。ああ、そうだろう。うん。よし。じゃあ、あの技をかわしてから変わった方がいいのかな。かも。すげえ、読めねえんだよな。腹立つ顔出てきた。腹立つ顔、多分腹立つんだろうな。よしよし、リュウさん、リュウさん出てきた、リュウさん出てきた、リュウさん出てきた。あ、スキアどうでした。ドンさんがちょっと早いんだよ。よし、これはいけるのかいけないのか。持ちつきゃいけそうな、まあ雰囲気はある。うん、いけるだろう。これなんだっけ。あ、これあれでしょ。あ、あれか、全体。うん、よし。あ、いいね。あ、みんなもうなんか。ゆめさん。あ？バサグあと5秒。さあ。待って、今風からくるーっ、くらったー、バカでかーい、くらったー、くらったー、くらったー、頼むよ。あの、何もできないが超腹立つな。自分でやってんねん。そう、自分でやってくせない。ちょっと待ってろ。でも5秒前から言ってるのにできないっていうのはどうなんだろう。あ、やばい、やばい、リメイク処理してた今。やばい、となれ、やばい、となれ、はい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 、知ってるから、知ってるから。痛い。っつ、剣モードだから次来るのがスタンプラス範囲のやつでしょ。なるほどね。あ、あ、ザコンヌ、ザコンヌの DPS が、うん、よし、もうひたすら、もうひたすら撃つ。あ、あれ、あ、今全部頭割り全部いったね。いったな、今遅かったわ、移動したのが。ひょっとしてと思ってやったら、あ、俺また忘れてた、違ったな。あ、また範囲攻撃するの忘れてた。あ、あれ、ちょっとあれだね、崩れた。あれ、どうした、崩れたね。これどうした、陣形がちょっと崩れたね。あ、あれ、あ、これ、あれ、誰のせいだ。お前は誰のせいだと思う。なんか、え、これ誰のせいだ。あ、多分分かってんな。あれ、これ誰のせいだろう。んー、先輩が最後前立ってんな。俺強えな。お前
お前そのタイミングでなんかトンザがなんか頑張ってるか今標準を標準を召喚したトンザが今頑張ってるあそこ多分殴られてんな痛い、まあ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 大丈夫誰のせいでもないお前のお前のせいでもない誰のせいでもない誰のせいでもないそうなると越せないって言ってるんだけどそうなるともう多分越せないな僕でーすごめんなさい僕でーす頭割りか頭割りをちょっと俺も範囲交代しないともうでも覚えたなもう覚えたやべあれ誰だやべ標準誰のせい誰のせいでもないいや急に始めないでちょっと誰のせいでもないちょっと気になりやりやがったなよしでもこうやって急に始まる方がうちは強いから確かにね前回の証明されてるからエギスタートでエギが勝手に殴り始めるっていうので勝ってるからよしあ、よしよしこれなんか綺麗だなみんなが綺麗に分かれてるの、ね、なんか俺動いてねえけどあんまりいいのかなあよしあーいいですねあーなんか一瞬で向こうにワープする技使ってるなマジ1週間経つとバーサクのあれどれだか忘れるわマジ頼むよこれはあ頭忘れてるねあれこれ忘れてるね俺見てなかったね頭ああ俺見てなかったね今何やってんのあれちょっと画面見てなかった頭割りじゃないそれ頭割りじゃないおお大丈夫頭割りです頭割り頭割りです全然大丈夫大丈夫問題ないあこれあれだね俺が今度取ればいいだねまあこの時だこの時の頭割りがあれだねそうこの時の頭割りがねここがちょっとあれだねちょっとあれですよいやだよ今回カウボーイさんなら大丈夫だよあそうかほら大丈夫だあなるほどねはい最高もうちょっとこっち引っ張るから俺もうちょっとこっち引っ張るからね結構パンチちょ俺なんか技出ねえ技出ねえ取ってくれ俺技出なんかあれ技出ねえって技出ねえなあ PP がねえわ俺技出ないわやばくないなんか TP がねえのまた忘れてたまた忘れてたなんか TP がねえなやばいぞ間に合うかなこれあこれ間に合わねえいや頑張ればよいしょこれ倒せるいける全然いける来るよ本当かないける何か全然減ってねえぞ全力本当から全然いける間に合う全然よっしゃ早くよし危ねえ危ねえギリギリ大丈夫でしょこれ見逃してくれるでしょうんこれ全然大丈夫見逃したねこれパーンはいーはい優しいはいでトンさんいいし任せろいやトゥイージーだったねこれ今危ねえあっ知らない俺こっちやねえなどこだ、まあ、いいや大丈夫もうここでいいあこっちだってる俺はいよし危ねえ。ああ、もうこれね。もうちょ今。はい、スムーズ。あれ？ああ、いて。何今の？死んだよ。だ死んだよ。あれ？あ、マジ？また燃えかすみたいになってるよ。死んだよ。燃えかすみたいになってる。あれ、タンクが二人死んでるよ。ヒーラーどうなってんの？あ、大丈夫。いや、生き返った。生き返った。促進？何？頭が何もなかったように生き返った。よし、大丈夫。で今あれだねあサンタさんだねとりあえず石さんを蘇らした俺に来てないこれちょっとなんかねこっち向かねえなあこれ何あこれんこれ何これああのあれだいつもこれなんだはいあよしやられたあもう弓です弓ですやられてるあこれ弓弓です石さんに答えだこれまえ MP がねあ死んだわなんなぁ。とりあえず標準さんを生き返らせて。死んだわって何？どうした？何があった？自分でもよくわかんない。ボクシバたまんねえぜ。完全にマックついた。俺にマックついたな。生き返るのか。やるか。なんだこれは。動いちゃった。なんだこれは。あら。動いちゃって。ああ。ヘソヘソヘソ。俺ね。おめでとうございます。
ダメかも、あー、うん、倒れ込んだ、ちょっとあれ、なんだったんだろうな、結構かない、俺なんか一生氷塊だな自分で割れないのそれ、これ、あ、ガチャ、あ倒れ込んだ、割れたと同時に死んだわ、あそこにいたわ、あー、おかしいな、あの範囲をみんなタンザーにいたって、あの一番痛いところの真ん中で走ってってそこの場で立って食らってた、あいいですね、あれあいいねいいね、うん、いいねいいね、ドンさんはね、まあまあ、ドンさんはその場から一歩も動かないで死んでた、うん、あ俺はなんかもう芝ばっかり、うん、そんぐらいはやってやろうっていう、うんうん、あなるほどね、ちょっとよく分からなかったな、その範囲のやつ、出るわ、範囲ってのはあのあれかい、ヘイルストームの話、ヘイルストームと、あともう一個のあの杖モードのと、そヘイルストームとあの円のやつ、あまあ両方とも円なんだけど、アイシクルインパクトね、そう上から落ちてくる方の、アイシクルインパクトね、そう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 、ああインパクトされたんだ、じゃあ多分せやね、俺なんか安全地帯行ったつもりが行ってなかったんだね、あれね、安全地帯じゃなくてあの土器圏地帯のど真ん中だった、あれだ、マジか、うん、円の真ん中に走っててた、なるほど、俺もとうとうフレア打つ時が来たか、解禁させるか、あれやべ、牛さんに離席したな、あれあれだな、子供、うん、子供だな、コタイタンが、コタイタンが今乳を飲ませてる、乳を、青いマークついたのあったよ、え、テッドさんがついて、俺の頭に青いマークついた、あれ何だったんだ、うん、ゲロビみたいな、あれ即死技、あれなんかあったね、説明であったな、うん、弓モードの後ろ後ろ、シバのお尻の方行くんだって、青いマーカーがついたらシバの背中へ移動しようのやつだ、はい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 、はぁじゃあついた人が背中に行けばいいのかな、うん、なるほど、多分ありました。弓モードがあんまりよくわかんない。うん、弓モードの最初の180度ぐらいに弓打つやつで、あれやばい。ちょっとよく分かってない。あれはやばいよね。うん、あれやばいやつ、ね。あれで毎回ドンさんが持ってかれてんだけど、うん、あれさっきドンさんが急いでこっち来ようとしたら、こっちに全部飛んできてみんな死んだから。あれよくわかんない。じゃあれをもう背中に行かなきゃいけないの？俺は。あれ多分ギリギリでこっち来るんじゃない？うん、ふん。え？無理じゃない？無理かもしれない、無理かな、無理なやつか、ひょっとして無理かもしれないな、あーなるほどね、あ弓は背中につかないとやばい、うん、やばいっしょ、つってなるほど、やばいっしょ、やばいっしょ、うん、じゃあよけるっしょ、よけるっしょ、いけるっしょ、いけるっしょ、じゃあ、うん、全然いけるっしょ、あ、帰ってきた、ちょうどよし、じゃあよし、やってやろう、お願いします、いけるっしょ、いけるっしょ、うん、いけるっしょ、お父さんがちょっとここ早いんだよな、いつも2、1、でーかおー、ピタ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 リきた、高い、うん、よいしょ、フレアの打ち方が分かんないな、迅速やってフレアやって、え、逆に打ってなかった今まで、あ何コメント見る限り打ってなかったと思う、コメント見る限り打ってなかったらしいよ、うん、おい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 、いや違う、 GPS、 あ、いって、あ、大丈夫、痛くね、俺結構芝居の見てな、好きだから、はい、ここ、あ、どこだ、あ、ここだ、はい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 、食らってるけど、はい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 じゃねえいや、まずいな、うん、壊れてきてんじゃん、おっと、ライバとなれ、これだな、はい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 、迅速入れて、まず入れて、迅速入れて、どこにある、何回迅速入れてんだよ、フレア、迅速そんなに入んねえだろ、迅速でコンバートしてで、フレアもう一回打つ、あ、動けなくなった、はい、で、これで HP がなくなったからこれして、え、で、ブリちゃん、ブリちゃん、で、しなくて、ファイガーして、あ、俺これ芝打ってんな、大丈夫大丈夫、喋りすぎだよ、大丈夫、前一人で喋りすぎだぞ、まあ、とりあえず、うん、ほらやはり結構早かったのか、結構早いねやっぱ、うん、俺の DPS が、オッケーオッケー、あ、やっぱ出てるじゃん、出たしたか、最初からやれって話ですよ、本当だよ、うん、こんだけ余裕あんじゃん、よし、え、ジャ
今じゃない。ここ。いやこれ開ける。あれ。これは固まらないの。蓋は固まらないのか。ああ蓋自由に動かせた。穴つくなよ。穴つくなよ。ああ穴やばいぞそれ。穴がついたぞ俺は。うわあ映ってた。ちゃんと映ってたぞ今。YouTube だと見えてたかな。あどこだ。交代してねえぞ。間違えちゃった俺場所。交代してねえんじゃないかこれ。いってごめん。あしてるしてる。間違えた。大丈夫だ。よし。あれあれ嘘死んでね本当に死んでる死んでる技すげえ減るわちょっと待ってこれやばいこれやばいデバフがやべこのこのものやば牛さんは復活したずっあ大丈夫だあ大丈夫死んだと思ったらマックスになった大丈夫だ誰かがやってんだよそれマックスになったあ誰だろう気づいたらなってた気づいたらマックスになったそういう技じゃない潜在能力潜在能力変えて変えてあなんか俺が牛さんを巻き込んだらとか言ってるけど多分それは嘘だなあ嘘だなうんそれは嘘よしああ滑ったーあーあ俺大丈夫滑ってない全然滑ってない滑っちゃうはい滑んない滑んないはい全然動かない全然いけあいてつく夢凍ってしまいましたこれあれじゃないなんかなんかあれじゃないこれあっここで答えここで答えここで答えオッケーオッケーっつったエースがエースがやられてる誰か誰かあんなこれ固まっちゃった誰かなんか固まってるよなんか誰かちょっと丹沢がすげー向こうでなんか誰か丹沢が向こうで一生氷のところに打たれてる俺誰かドンさんを誰か攻撃しないとこれ誰か誰も助けてくれない誰かあー隣にヒロさんが誰かあー誰か固まったままだよあーヒロさんが死んだよあー俺回復してくれたけど誰かが俺を回復はしてくれたけどでも減ってくんだよどん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 あケアルだあーいいよ今あいつ動けねえんだにも回復させたのか俺あ俺ね氷好きですかっこいい今一生氷好きです俺バッタあ痛い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 おーあと誰あと誰ららあの向こうにいるのは誰だ？ヒョウユンさんか？ヒョウユンさんとおにぎくんが今倒れ込んだ。ヒョウさん逃げろ逃げろ逃げろ。あらららら。ら大丈夫逃げろ。あとリミットブレイクリミットブレイクもあと。打て打て打て。8割。あと8割。あと8割。ほぼ溜まってねえじゃねえか。いける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 。逃げれる逃げれる。あえ？なにこれ？なにこれ？なになになに？おいいじゃんいいじゃん。あうん。うわ。270度ぐらいあったね今。やっぱ背中じゃないとダメだなあれ俺蘇生されてた無視したかいそんなことないだろ蘇生してないでしょ俺のこと今いやあの迅速が足りないああじゃあほらあの滑っちゃうやつのなんでなのかが分かんないな動いちゃうから動いちゃうどのタイミングなのかが分かんないああなるほどそれがうん何が来たら動いちゃいけないのかが分かんなかったよくオラーってなんか地面がポッコラ地面滑るオラ地面滑るって言ってた足場そうなると俺のせいだわ多分言ってた気がする地面滑るって言ってたじゃあその時は動かないようにするわそうだねその時は動かないでもらって丸がいっぱい出た時だって丸がいっぱい出た時丸こう出るけど結構いろんな丸が出るからなそうだなパーマフロストって技で床が凍るなるほどなるほどパーマーフロストとハーマーフロスト説があるけどなんとかフロストね血でもいいねなんとかフロストうんなるほどオッケーオッケー理解しましたオッケー任せろじゃあ行きましょう気を取り直してはいあ、ペイさんファイガーでアストラルファイヤー3にしてファイラー3回くらい打ってフレアだってちょっとファイガーで3にしてファイラー3回ぐらい打ってフレアよしよし完璧だよしもう忘れただろうとはい。よし、行きましょう。はい。松井みたいです。もう口ちゃくちゃ言うなよ。ちっちゃい声で言うなよ。松井みたいな。ああ、懐かしい。松井みたいだった。松井じゃねえんだけど。正確には花輪がやる松井なんだけど。忘れちゃった忘れちゃった松井してファイガして3回松井して松井からの花輪え
一個多いな。一個多いな。花は、うん、花輪じゃなくてちょっと花輪は今とも知ってるか花輪さんにして、うん、花輪さんにしてからの、うん、どうせ刃だよこれ あ、どうせいい全部入ってちゃんとやべやべやべちゃんとやってやみんな真剣なんですよそうだよやべえわ真剣にさ真剣にやってよ頭割りあ、来るやべえな、あ、これ俺が取るのかなピース指示にしてあれこれ俺この状態でとそうか死んでるから TP がねえのかはいはいはいでファイガでやって、でフレアを3回打って、フレ1ここに出てる円は何なんだろう別に気にしなくていいのかなで3回打って今頭ありで迅速川越さんでヒノさんで半分越したなよしはいフレアちょっとサンタさんとヒノさんが死んでるよ、フレアを打つとよしよし完璧完璧うくくく全然竹が取れねえフレアフレアフレアこれどうなってんだこれ大丈夫かこれは俺が日野さんを蘇らせるしかない完璧完璧でしたあれ完璧だけどあんまり減ってねえなあやばいかなこれもう全くこれ相当やばいんじゃない今死んでたからね何せこれ相当だな相当だなこれ あ終わったいけるかまあそうだねいけるだろいけるこれパーンボリーンまあちょっと祭りで持ってかれちゃったかなフレア3、フレア3ダメ俺が先般だったらしい、なんでかがちょっとわからないなんかさ、フレア使ってない方がいけてた説があるんだけど知らないよ見てる人は使ってほしいんだから俺はまたやるよ、はい、やるから大丈夫俺は頭割りちゃんとねそうだねそこだけだからそこが崩れるとちょっとダメだわもう、DPS はい、OK いけたはいはい、はい、OK でーすよいしょ、はい、死ぬと TP がもうあれなんだねカツカツの状態から始まっちゃうから辛くてしょうがねえわなるほど TP を上げる技なんてそれはねえかそんなないんだよねなんかね忍者が持ってんだよあそうなのうんモブが範囲に入ってないだから俺頭いっぱいすぎてもうとりあえずコマンドを入れろっていうので敵なんて見てないから範囲に誰が入ってるかとか全然分かってなかったあよし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 いや58になればあるんだ選手もじゃあ次じゃない あ待ってどこれなんかちょっと違う場所だあーし大丈夫ですはい完璧あれなんか真ん中行っていいっぽいなうっさんよしいや大丈夫大丈夫牛さんが一緒のとこ行ったなと思って俺距離取る いつの話してんだろうかみんな今何分前の話してんだろうか、うん、みんな何のゲームの話してんだろうか、うん、教えてくれはいおーあったねはいはいはいいやー素晴らしいうん素晴らしい来るぞ俺の時間だなそしたらもう大丈夫もう大丈夫はいはい大丈夫来ますよ、はい、大丈夫大丈夫大丈夫じゃあ一回、ブリザーが入れてで多分牛さん、うん、誰かが全員タゲを取ってからだからはいはい今かな今かな今かなここで俺は全員の方に向く今、はい、今ねよしいいねはいで、はい、割っていく、ファイラーを3回打ちますはい1回1回打って、で2回打ちますいやいやで、はい3回打ちますそしてなんだ次なんだっけ違う これうーんわかんない、あれこうわかんなくなっちゃってるなでコンバットして、でフレアをもう1回打とうかなそしたらそしてこれいけるの？これで変えて変えてブリザが打ってオッケーオッケー、はい、いけそうだな、はいはいはい、いけそうぞ、はいはい、いい感じだよ、はい、はい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 トン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 はい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 よいしょ来たはいオッケーはいオッケーはいはいいいじゃん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 これだこれこれめバク転しようあちょっと俺ジャンプジャンプする俺はいちょこちょこちょ着地しちゃった着地しちゃったあいつあ動いてる多分動いてる動いてた動いてた、ちょっと、あいつの次もし次もしあったら俺あいつの近くにいるよし
これでおっさんと交代しているで、弓になったら俺は交代すればいいんだな。よし、あれ俺しこれなんかいっぱいいる、ここにあ、なんかやべえかも、あ、いって、大丈夫かな、あれよし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 、あ、あれ、ウサが死んでる、あれ、ウサが死んでる、あれ、あれ、本当だ、どうした、あれ、サンタさんも死んでる、だ、あの、アンチにいなかったよ、ウサいなかったよ、あれど真ん中にいたよ、あの、あれ、あんた、丸のサンタさんは、じゃあなんかやっぱ、ど真ん中にいがちバフ、デバフがすげえからすげえ減る、バフがすげえから、俺の減りが、あ多分この辺で、あの、ツルツル滑るやつ来るよ、変わってないな、変わってないな、多分これ、ツルツル滑るやつじゃない、これツルツル滑るやつ？え、わかんない。違う気が。イメージ的にはなんかそんな気が。これがツルツル？これ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 ツルツル？これこれツルツル。これツルツルじゃない？これどうすればいいの？あ、これツルツル。何もしない？ちょっと待って。これはもうツルツルしない。誰か助けて。拾ったかし。あ、時間分。あ、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 ちょっとわからなかった。わからなくなった。あ、あ。あれあれっていうかあのタイタンのボムタイタンのボムみたいならみんなもう避けない前提で動いてんのかな。え、うん、あれ外周走ってくやつでしょ。あ、えそんなのあった。外周走ってくんだよ。あれ、あ、散らぼるやつ。あの真ん中から時計回りにどんどんあのボムが降ってくるか、上から円が、はあはあ、はあ、あれ時計回りにタイタンボムみたいに外周走って動いて避けなきゃいけないから。ん、聞いてないよそんな。だってえ言ってた、なんか書いてあったけど、うん、書いてあるよ。あ、じゃあ俺も、うん、だけどなんか走ってんのが 少数で逆に止まってなんかガシュガシュっつってみんな食らってるからさ、うんうん、いや全部行こうかな。 どうすどっから爆発するの。真ん中が爆発して、いや最初多分真ん中で始まるとこは違う、うん、毎回。あ、なるほどね。あ、なるほどきたの、うんうん、なんか装備がっていうことだから。てかそろそろ1時間。そうだね、そうだね。あ、なるほど、1回だね。1回休憩入れますか。じゃ あ、そうなんだ、うん、ちょうどおしっこもしていいしな。うん、そうだね、そうだね、うん、ちょっとやっぱ氷のところだからね、うん、おしっこしたくなっちゃう、うん、そうだ、おしっこしても、うん、ではじゃあ一回ね、よいしょ、では一回休憩を挟んで、はい、次回無事、攻略となります。なので、皆さん、休憩、はい、